いるんだと思いますよ。ファン増えんじゃない。ただ怖い女の人は苦手です。逆に先生怖いものもあるんですか？償いというのもありますし、もう自分のような人間ができてもやっぱ嫌ですし、あとで心霊スポットとかに行き倒しですね。じゃあ僕は、まあ合図、合図っていうかやるんで、一緒に一斉に、バカ、バカを火薬でね。じゃあ僕がこうポケットから出してパンってやるんで、はい、そしたら一緒にパンパンって、はい、ヘビー級ボクサーを爆破してみました。すいません、ヘビー級だったということで、はい、ちょっと元気をご用意しました。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。わあ、嬉しい。サプライズすぎる。すいません、ありがとうございます。いただきます。いただきます。ありがとうございます。甘いもの、クラッカー買ってこれますかって爆発したみたいな連絡が来たのは今日で、だからその毎回お土産持っていくエンタメ力すごいなとは思ってたんですけど、爆発するとか。いやでもやられましたね。そのそういうのはですね、ぜひあの軍事格闘の怖い話した後はやめていただきたいですね。そっちの警戒してしまうんで、もう本当刺されると思ったんで。ついに火薬を使ってしまいました。めちゃくちゃいいリアクションでしたよ。あ、本当ですか。もうめっちゃみんな恥ずかしいですね。本当ビビりなんですよ。もう猫がワンって言っても、もう猫がワーって言ってももうむちゃむちゃビビってしまうんですね。まあ確かに猫がワンって言ったらビビりますね。猫がファーってなーって言ったらね。もう本当見るのは恥ずかしいですね。本当どんな自分がね、びっくりするとかなんて、うん、こう普段 見ないじゃないですか。びっくりされることももうこの年だとあんまないんで、それをその映像を通して見るっていうのももうちょっともう頼まない。今から、はい、配信されちゃいますから。もうこれから対戦相手にも見られちゃいますよ。いや、自分はそのなんていうんですかね、こう腹くくるともう何にもこう、うん、はい、ただ腹決まらなかったらですね、本当にもう小学生のようにちょっとビビってしまうので、まあ日常モード、うん、まあそれが魅力じゃないですか、ある意味ね。そうなんですか。魅力だと思いますよ。ファン増えんじゃないですか。いや、本当ですか。もう恥ずかしさしけ、もう今からめっちゃ顔赤いの分かりますね。次から毎回ドッキリ仕掛けられちゃうかもしれない。もうあかんねえよ、お前。いや、クラッカーっていう。それ、それやってください。もう、やられそうなんで。もう、いくつか考えてるんじゃないですか。もういけますね。うん、なんか苦手なものとかないんですか。ゴキブリが怖いとかそういう。あ、うん、はい。ゴキブリは全然、まあ、いける感じですね。もうその全然。はい。ただ怖い女の人は苦手です。怖い女の人は苦手です。苦手です。はい。怖い人。もう俺らとか。今頭の中で。そうですね。まあどうぞ。いやいや、ちょっと待って。そのために聞いたんですか。もう全然。コラーとか女の人でもコラーとかって言ったらもうめっちゃ怖いですね。もうやめてーと思いますね。で自分はあのクラブ の, そのセキュリティっていうのがその、うん、まあうん、バウンサーとかもやってたんですけど、うん、やっぱその女の人ってやっぱり男の人と違って叩けないじゃないです か,、うん、だから言われるがままっていうのがあってですね、結構トラウマなんでしょうね。言われたらこっちはもう口弱いから言い返されへんし、うんうん、おっさんどこ行けとか、うん、くっさー言葉の攻撃みたいな。そう、スピリチュアル攻撃は結構精神攻撃、精神的な攻撃は自分本当にもうもうやめとけって。女子からの精神攻撃。いや、もう本当ないですね。逆に先生、怖いものあるんですか。うわ、聞きたい。そうですよね、はい、聞きたいですよね。多分全国の皆さんはうん、すげえ興味あるかもしれない。怖いものですか。怖いものはね、いや無事なんかあの、いや家族がいたりしてるから、それはなんか、はい、あの嫌な目にあったりするのは嫌だなっていう、うん、そういうことですよね、うん、そういうのは普通になんか、うん、人として普通の答えになってしまうんですけど。例えばお化けとかどうなんですか。
いや僕ね、あの武術とかやってたから、武術だったりすると結構そういうオカルト系の話って出てくるんだよね。精神世界みたいなことですか、うん、あ、武術でも出てくる。そう武術ってね、結構あの、いや昔もだったりすると宗教とかともくっついてたりするから、その体のとかで、まあ、瞑想とかそういったあの、要は霊的なね、話もちょっと出てきたりしたりするんですよ、はい、でそういうのちょっと僕も勉強したことあるから、だからね、結構そっちは平気なんですよね。へえ、あ、そっちは、そっちは結構平気なの、ね、うん、実際その見られたのとか、ああ、まあちょっとそういうのに近いのもやったんですけども、やったってどうですか、ね、動画で、うん、おお、一応そういう修行があって、ちょっとやって、それがやる、でそれはちょっとね言えないんですよ。門外不出みたいな、ね、うん、一筆書かされるやつだから、うん、へえ、だからお化けとかはね、結構ね、割合に、まあいるだろうみたいな感じで、でみたいな感じなんですよ。へえ、そうなんですね、うん、自分ちょうどですね、昨日、うん、ホテルに今日泊まったんです、はい、先日、うん、あの車運転してたら横に乗ってたやつが、うん、あ、ここで昔働いてたけどここ出んねんっていう話をされたんです、うん、でそれがもうどこどこに出んねん、うん、っていうことをそのオーナーに言ったら、うん、見てしまったかみたいなことを言われたみたいで、それ聞いたらイメージするやん、うん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 、その場所一人におるときにイメージしてもうて、うんうん、でもその生々しい話をここでこんなんでって言われたらめっちゃ想像してる、めっちゃ怖かったと思ってそっからちょっと今はあかんな、今はあかん、ちょっと冷めるまで、ちょっと生なんですよ今、はい、そうですね、はい、今その、うん、はい、なんかこう今聞いたところなんで、うん、今やられるとあかん、うん、ただ2週間後、1ヶ月後やったら全然大丈夫、うん、もう不倫になってません企画の不倫なのかなと思って聞いてましたけどいや、まあ、心霊スポット巡りとかいや、それはちょっと本当にちょっと関東のクラッカー仕込んでなんか疲れてたりとかしたら、はい、なんかなんて言うんですかね、このなんか変な、なんかチャンネルというか、そのなんか自分のモードが疲れてるモードとかになった時、うん、になんかそういうの感じるなんか傾向にあるなって自分の中でなんかあるんですね、うん、でその時かもしれない、うん、そういう時なんかその変なことをあったりとかっていうのはないですか、その、うん、感じたりとか。そうですね、まあね、あのそういうのの、まあ、まあすごい簡単な払い方みたいなのがあって、うん、そう、なんかに寄付しちゃったりするんですよ、うん、モードが変な時とかはどっかに寄付しちゃうとか、なん、あの自分から身を切った善行みたいなのをちょっとやっとくんですね、はい、はい、うん、そうすると結構大丈夫になってくるんですよ。なるほど、すごいなんか納得しますね。いや、そうですね、本当にそれは、あ、本当、あ、うんってなりましたね今確かにだから僕とはなんか結構楽しく過ごさせてもらっちゃってるんで、こうやってりょうさんとね、いっぱい交流したりとか、人生楽しんじゃってるんで、まあ人生うまくいっちゃってるなと思うときには、でどっかなんか寄付したりして、うん、でバランス取るようにしてますよね、はい、うん、あ、そうなんですね、うん、そう、幸せを裾分けしてみたいな感じですか、うん、みんな幸せに、うん、なんか一応そういうこと言うと、いい人風に見えるんですけども、ある意味こう自分のこと、まあ、うん、こうセルフプロテクションというか、はい、自分のこと守る、はい、そういうのあるのいいですね。自分もちょっと実会というか、うん、そういうふうにちょっとやりたいなと思いました。でも要は寄付とかしてるやん。寄付はする、ね、自分はちょっと意識的にちょっとやろうと思ってるんですけど、うんうん、すごいと思いますよ。本当ですか、うん、やっぱこう、まあ、まあ自分の中でいろんなことがあってちょっと道をそれてしまった時がやっぱりありまして、うん、その時はやっぱりこう人を傷つけてしまうことっていうのがやっぱりあったんで、うん、まあそれの本当に償いというのもありますし、うん、もう自分のような人間ができてもやっぱり嫌ですし、でまた10代の子たちの、まあ、自殺率が高いと日本が、うん、ってなると自分もやっぱりそう寂しくて苦しい思いした時期もやっぱりあったんで、うん、そういう人たちをこうやっぱり一人でも少なくするっていう、うん、まあ活動してる人に寄付したりとか、うん、っていうのでこう寄付してるというのはあるんですけど、うん、まあ、今の話とはまたちょっと違うって、自分の幸せを裾分けとか、うん、そういう自分がモードになった時に寄付をする、
で、自分の前の警備会社の社長が坊さんでして、自分がやっぱりこう 心霊スポットとかに行き倒してですね、持って帰ってしま来てしまったみたいな時があったんですよ、ポルターガイスト的にもあったりとか、変なこと起きたりとか、で自分だけじゃなくて、自分の友達近い友達にもなんかそういう変なこと起きたりとかっていうのが結構あったので、これは一人目がけたらやばいっていうので、その人に相談したんですね。ほんならその人が、ん、それはお前の心に好きがあるからやつ、バーって言ったんですよ、はーってなんて意味わからないじゃないですか、家に持ったんですよ、はい、勝手にテレビで映っとったんですよ、本当に怖い、どうしよう、また怖いと思って、で家帰って、でもその好きがあるっていうのはどういうことやと思って、家の前で好きないぞという意味で家の前で叫んでですね、気合を入れてですね、前の前ですよ、4時頃に家帰って、4時頃に家の前でもう、あのね、うわー言って家に入って、帰ってきたぞ、バーンってやって、全部の部屋電気つけて、おやすみーって言って寝たんですよ。でそっからなくなったんですよ、気合ですね、はい、でよくその聞くのが気分が下がってたりとか、見えて怖いとかっていう、見える人に作っているじゃないですか、そうです、だからそういうことかなと思って、自分の中ではもう気合で飛ばすっていうあれをやってたんですね。でもちょっとそのたまになんかもうそれでも気持ち悪いなっていうのはやっぱたまにあるんで、もうそれをその時はちょっと今教えていただいた、それをちょっと やりたいなと。ああ、もう本当に気合でも本当そうで、はい、あ、本当ですか、合ってますか。僕がその習ったやつの一つもやっぱその気合法って言って、気合の術があって、はい、それ気合法、それを習ったりしたんですよね、へえ、自分のも合ってますか。もう全然合ってますよ、もう本当に気合なんですよ家の前で4時ぐらいに叫んでましたけど周りにしたらどうか分かんないです周りの人がビビってなっちゃうんですよ、出たいって、またあいつみたいなすみません、ちょっとこう6時に出ないといけなくて、ああ、もうしょ、すみません、いやいや、貴重な話、すみません、しょうもない話をしてしまって、ありがとうございました、本当ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、でもまたぜひまた何かで交流しましょう、ぜひ、 ぜひお願いします、お願いします、ありがとうございました、ありがとうございました、すみません、ありがとうございました、ありがとうございました、ああ、すみません、すみません、大丈夫です、すいません。